オリーブの枝1580年から1585年にかけて描かれたマークスヘラートによるエリザベス一世の肖像。右手にオリーブの枝を持っている。オリーブの枝は平和の象徴もしくは勝利の象徴として使用される。古代ギリシャにおける特に神や権力者への祈りに由来するとされ、地中海沿岸のほとんどの文化に見られる。 近代ヨーロッパでは平和の象徴とされ、アラブでも使用されている、紀元前200から150年頃のアテネの金星テトラドラクマ。フクロウがアンフォーラの上に立ち、全体がオリーブの葉で囲まれている。オリーブの枝を持ったマールスパシファー。ギリシャ神話では、アテーナーとポセイドーンがアテネの所有権を争った。ポセイドーンは、 アクロポリスにある海水の湧き出る井戸に三草りを突き立て、その所有権を主張した。アテーナーは、その井戸のそばに、最初のオリーブの木を植えて所有権を主張した。神々の法廷は、アテーナーの方がより、良い贈り物をしたので、この土地の権利は、アテナの方が優先されると裁定した。古代イギリシャの伝統では、権力者に近づく時や神殿で神々に祈願する時に、 祈願者がその身分を示すために、ヒケテリアというオリーブの枝を持った。オリーブの冠は花嫁が身につけたり、オリンピックの勝者に贈られたりした。オリーブの枝は、ローマ帝国の効果にエレーネーの持ち物として描かれた。例えば、西暦70年から71年に、アレクサンドリアで発行されたウェスパシアヌスのテトラドラクマの里面には、 右手にオリーブの枝を上向きに持って立つエレネが描かれている。古代ローマの詩人ウェルギリウスは、ふくよかなオリーブを女神パークスと結びつけ、アイネイスの中でオリーブの枝を平和の象徴として用いている。おごそかなアイネアスの高みに立ち、手にはオリーブの枝を持ち、彼はこう言った。フリギア人の腕を見よ。トロイから追放され、 イタリアでラティアの敵に挑発され、不当な戦争をした。最初は手を携えていたが、最後は裏切られた。このメッセージを伝えよ。トロイ人とその蝶は、聖なる平和をもたらし王の救済を行う。ローマ人にとって、戦争と平和には密接な関係があり、戦争の神マールスは、マールスパシファーという別の側面があり、後のローマ帝国のコインには、オリーブの枝を持った。 マールスが描かれている。アッピアノスは、ヌマンティア戦争における、ローマの将軍スキピオアエミリアノスの敵やカルタゴのハスドルバルボエタルクが、平和の象徴として、オリーブの枝を使用したことを記述している。古代ギリシャにおいてもオリーブの枝には平和のイメージはあったが、パクスロマーナの時代になって、施設が平和の証として、オリーブの枝を使ったことで、その象徴性が、 さらに強くなった。ローマのカタコンベに刻まれたオリーブの枝を加えた鳩初期のキリスト教美術ではオリーブの枝は鳩と共に登場する。鳩は福音書の精霊の例えにオリーブの枝は古典的な象徴に由来する。ビンケルマンによれば初期キリスト教ではオリーブの枝を加えた鳩の姿を墓に刻み死後の平安を封印することが多かったという。例えば、 ローマのプリスキラのカタコンベには三人の男性の上に枝を加えた鳩が乗っている描写がある。また、ローマの別の場所のカタコンベにはギリシャ語でと記された人物のもとに枝を持った鳩が飛んでいるレリオフ彫刻がある。テルトリアヌスはヘブライ語聖書に登場するノアの鳩を箱舟から送り出されてオリーブの枝を持って戻ってきたとき、 神の怒りが和らいだことを世界に告げたとし、天から送り出された神の平和をもたらす洗礼における、聖霊と比較した。4世紀に出版されたのはあの物語のラテン語訳で、ヒエロニムスは、創世紀8章11節の、オリーブの葉を、オリーブの枝と表現した。5世紀には、オリーブの枝を加えた葉とが、キリスト教における、平和の象徴として定着しており、アウグスティヌスは、著書、 キリスト教の教えの中で永遠の平和は鳩が箱舟に戻る時に持ってきたオリーブの枝によって示されると書いている。しかしユダヤ教の伝統では大洪水の物語の中においてオリーブの葉と平和との関連はない。アメリカ合衆国の国商キプロスの国商国際連合の旗18世紀のイギリスやアメリカでは鳩が持つオリーブの枝が平和のシンボルとして 使われていた。1771年のノースカロライナ州の日ポンド紙幣には、平和の回復を意味する標語と共に鳩と、オリーブが描かれている。1778年のジョージア州の40ポンド紙幣には、鳩とオリーブ、そして探検を持つ手が描かれており、戦争と平和、そのどちらにも備えるという意味の標語が付けられていた。オリーブの枝は、十八世紀の他の版画にも、 平和のシンボルとして登場している。1775年1月のロンドンマガジンの表紙には平和の女神がアメリカとブリタニアにオリーブの枝を持っていくという内容の彫刻が掲載されていた。1775年7月、アメリカの大陸会議がイギリスとの本格的な戦争を回避するために採択した請願書はオリーブの枝請願と呼ばれた。 1776年7月4日、アメリカ合衆国の国章の作成を許可する決議がなされた。国章には右足の爪でオリーブの枝を掴んでいる足が描かれている。オリーブの枝は伝統的に平和の象徴として認識されている。オリーブの枝は1780年3月に議会で任命された第二委員会によって追加された。 オリーブの枝には十三個の実と十三枚の葉が描かれており、これは十三植民地を表している。その後、束ねられた十三本の矢が加えられた。オリーブの枝と矢の束が体になっているのは、議会に独占的に与えられている平和と戦争の権限を示すためである。キプロスの国旗と国章には、平和の象徴として、また古代ギリシャの伝統を反映して、 オリーブの枝が使われている。オリーブの枝のデザインは世界中の多くの国旗や国章、警察の気象などで平和の象徴として使用されている。国際連合の旗には世界地図を囲むようにオリーブの枝が描かれている。オリーブの枝はアラブの民間伝承においても平和の象徴とされている。1974年、パレスチナの指導者ヤーセル・アラファートは 国連総会にオリーブの枝を持参し、今日、私はオリーブの枝と自由戦士の銃を持ってやってきた。オリーブの枝を私の手から落としてはならないと言った。ありがとうございます。